ナイトワークっていうのは、まあ、いろんな種類があるんですけど、どこをとってもナイトワークに供給している部分があって、お客様との色恋とか売り上げとかへのキャスト同士の嫉妬とか、そういう部分、うん、もう一つが待機所とか店舗内の間取りが普通のお店、うん、一般的なご飯屋さんとかと違うような間取りをしているところ、空気感。一つは明らかにこんなおかしなところに仕切り作るみたいなところに仕切りが結構あったりとか、やっぱナイトワークってだけあって女の子が見えないように。もう一つは窓がない、あるけどそこを黒く塗っちゃって閉めっぱなしにしちゃってる、閉め切った状態が基本っていうところ。キャバクラとかもそうじゃないですか。ってことは、まあ空気の入れ替えがほとんどないんですよ。8から9割ぐらいは店舗さんどこも当てはまると思うんですよ。私が前働いてたお風呂屋さん、3階建て、2階と3階が女の子のルームになってて、各階に5部屋ずつあって計10部屋。忙しい時は全部屋埋まっちゃうから、女の子とお客様とスタッフでその建物の中にいるのは計30人ぐらいになるわけね。お、結構いるんだね。で、そんなところに空気の入れ替えもなくて日の光も入らない建物に、日常的に30人程度の男女が入れ替わり立ち替わり、色恋型とか嫉妬なんて感情を持って建物を出入りしてたら、建物内ってものすごい嫌なものが溜まりやすくなりそうじゃない。そんな場所で働いてると店員さんとか女の子のキャストとか気が狂ってくる人結構いて、前にいたね、いろんなお店私は経由してるからどこのお店とは言わないけど、店長がみんな気狂っておかしくなって辞めてってるお店だったのね。私が行った時の知ってる店長さんはもう辞めたんだけど、最初は超普通な人だったの。優しくて丁寧に教えてくれてて、でもだんだん気性が荒くなってって、この後はもう出勤してる間はずっとお酒飲み続けてて、お酒がないと手が出るくらいになっちゃってて、完全にお酒に依存してしまって辞めちゃったのよ。この前の店長の話、前からいるお姉さんに聞いたんだけど、ストレスで入眠障害になっちゃって、お昼寝程度にお店で暇な時とか 2,3 時間寝れればいいかなってぐらいで、それを続けたらお店じゃないと寝れなくなっちゃったんだって。最後は階段から転んじゃって落ちちゃって、その後過労で辞めたの。それはお姉さんから聞いた話。多分現在いる店長さんは私が辞める直前だったから、今どうなってるかわかんないけど、すごい気持ちのいい人で穏やかな人だったのね。お店の中でこの部屋は嫌だなっていうような部屋ってあったの。なんか空気悪いなみたいな。ナンバーワンとかナンバーツーとかの女の子って広い部屋を割り当ててもらえるんだけど、それが201とか301っていう部屋だったの。で、その201っていう部屋、いろんな女の子が嫌がってたの。なんで？って私も思ってたんだけど、持ち部屋だけど、その女の子が出勤してなかったり、出勤の前とか出勤の後とかは他の女の子でも使えたりとか、お昼寝したりとかできる部屋だったから、待機所にいたくない女の子はそこでお昼寝したりとか言わしたりとかしてたんだけど、201を当てられるときは気持ち悪くなったりとか、具合悪くなったりとか、変なお客さんに当たる率が高くなったとか、その部屋を当てられてた女の子も具合悪くなっちゃって、次の月2ヶ月ぐらい休みますっていう子とか出てきちゃって、詳しく仲良くなってから女の子たちに、201どうしてそんなに嫌なのってもっと詳しく聞いたのね。そうしたら、みんな同じ夢見るんだって。どんな夢かっていうと、落下する夢なんだって。入眠障害の店長って辞める前、お姉さんから聞いた話だけど、階段から落ちてるんだよね。普通に階段から落ちたのかなって思ったんだけど、実は後ろから誰もいないところで押された感じがして落ちたって、店長がっていう話を私は聞いた。私は201号室になんかいるのかなってって思ったし、ぶっちゃけその前の店長が生きてんのかも知らないから、201に何かいるとしか思えない。